ああ。お金ちゃん、ハーコン。うん。はい。出席を取りましょう。高越。ね。こんにちは。こんにちは。おしゃれな家。サムさんだ。あきらしがおぬ、欠席後、リエシ、ね。잘지냈こんに어요?ちは。잘지냈어요。그래요. 네. 오늘나라는날씨가어때요? 땡큐와. 비가왔어요?비가왔어요?아메?아메. 도쿄는 오늘 날씨가 좋았어요. 요까타데스. 아, 날씨가 아주 좋았어요. 더웠어요. 아츠가타데스네.더웠어요. 속가,칸사야쿄 아메 났단데스네.네.나라마따 行きたいですね.나라.その鹿の公園.아,昔.三重県。三私、重県?三重県。あ、ごめんなさい。アキラさんと勘違いしました。ごめんなさい。三重県ですね。あ、三重県に오늘비가왔어요。あ、그래요。三重県가고行ってみたいですね。가고싶네요。ね、가고싶네요。ね、あ、伊勢神宮行ったことありますよ。伊勢神宮。三重県ですよね。三重県。うん、素晴らしいところ。ユミコ씨、안녕하세요。안녕하세요. 오늘 날씨가 어땠어요? 비가 와요? 비가 왔어요? 비가 왔어요. 아, 그 칸사이의 方は 아메 비가 왔어요. 네. 오, 離れてますね, 빨리 関東 또. 違いますね, それは. 아이코씨, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 날씨가 더웠어요. 아츠카타ですね. 네. 네. 오늘 아이코씨는, 今日 아이코씨は, 外出ました?밖에. 네. 갔어요? 어, 아주 좋았다ですね. 네. 네. 하이. 대화, 대화. 하청 연습이 시바라크 계속됩니다. 하청ですね. 모지, 한글 모지ですね. 소모소모 한글というのは 모지のことですね. 마, 솔직히言うと 한글 모지という言葉自体が 違います. 間違ってます. 한글というのが 글という言葉が 모지を表すので ハングルというのが文字の意味ですね。韓国の文字という意味になります。まあ、よく韓国語と同じだというふうに考える方が多いんですけれども、実は違うんだというところですね。結論までやりましたので、まずは何をしたいかと言いますと、ジュームのこの画面共有をちょっと使いましょう。最先端技術を使って、皆さんと 最先端技術ですごい。最近私もね、使い方がだいぶ慣れてきて、使いこなせるようになったんです。だいぶ時代遅れなんですけれども。これはですね、アプリでも YouTube でも私は必ず皆さんに練習をさせてるんですけれども、これ全部アプリでも聞き取ってくれるんですね。すごいことに。さあ、これは皆さん、地は見えますよね。ねね。これがあれですね。前回の全部、この劇音が全部入ってるやつ。で、ここで、まあ、劇音も大事なんですけれども、全部劇音が入っていて、擬音母音の使い分けが大事になってきますよね。じゃあ。これをまずテストをしたいと思います。高え。越なんかしかめる なんですけど。さあ、左からゆっくり読んでみましょうか。どうぞ。コピん?うん。うん。ー。コピー。カピー。いや、いいと思いますね。いいと思います。これをコピーはもうちょっと分けた方がいいかなというところですね。ね。じゃあ、あやこし。ね。ね。あ、読んでいいですか？ね。コピー、うん。カピー、うん。カピー。うん。ああ、いいですね。いいと思いますけれども、逆にこの口を開けることをちょっと意識しすぎた感じがしました。というのは、この口は口を完全に丸める、チューするみたいな、
中、僕は中したことはないですよね。はい。よくご存知。ここまでそっか言うと、やっぱり信じていただける。うん、口を丸くするので、こ、こ、コピ、コピですね。さっきちょっと空いた感じがちょっと明かしたんで、うん、丸くして、コピ、コピ、カピ、感じ。じゃあ、リシ。読んでみましょうか。コピー。うん。コピー。うん。カピー。ああ、素晴らしいです。とてもいいと思います。韓国人並みの発音だと思います。ね、いいですね。じゃあ、ユミコシ。さあ、読みましょう。コピー。うん。カピー。うん。カピーあ。コピーがちょっと飽きすぎた感じがしますね。コート、逆にコートカーがちょっと区別がしづらくなった感じが若干します。まあ、微妙ですけれども。ね、コ。コはこれ、コ。コ。コ。まあ、開けるのを意識すればいいんですが、ちょっと意識しすぎると、カーになってなる恐れもありますので、こう見てくださいね。コ。コ。コ。カ。カ。って感じですね。どれほど開けるかを参考にすればいいと。コ、コ、カ。コ、コ、カ。コ、カ、カ。カ。あと、激音のポイントとしては、強く吐き出すんだということを皆さん意識したいんですね。じゃあ、これ実は面白いのが全部個別の単語なんです。ご存知かもしれませんが、鼻字。鼻字。してました？ねえ。あ、ね、素晴らしい。これはコーヒーですね、コーヒー。これはコッピーです。コッピー。コッピー。ね、なので、発音ちゃんとしない、しっかりしないと、変な単語になってしまうんですよね。ね、うん、さあ、後について読んでみましょう。コッピー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 。カッピー。カピー、うん、もうちょっと早めにコピーか、じゃあ連続に私先に読みますね。コピーコピーカピー。コピーコピーカピー。ええ、全然違う発音が違うというのが感じられますよね。コピーコピーカピー。なのでしっかりしないと、コーヒー飲みたいです。下手すると鼻血飲みたいですという意味になってしまうので、しっかりその違いを、ね、覚えてください。はい。17ページの脳音進めましょう。今日は脳音ですね。脳音が難しいですね。日本語にない、ないとは言い切れません。実は。あります。ノーンは。ノーンっていうな、ノーンってなんだ？日本語、皆さんも普段、発音しています。皆さん、これですね。ここがノーンなんです。いっぱい。いっぱい。ですね。いっぱい。なので、皆さんも普段、このノーンを発音してるんですけれども、まあ、表記がないわけですね。表記が、ね。なので、まあ、ノーンはこの辺のいっぱい。ぱいに当たる、ぱーに当たるところが、まあ、ノーンだというのをまず覚えればいいんですね。ノーンをきれいに発音するコツを、私は3つを皆さんにいつも説明しております。まずは、そもそもノーンというのはですね、まあ、さっき説明した、このつ、小さなつ、つが入る感じですね。日本語のつ。つが入ると、パッと締め付ける発音になります。締め付ける。2番はですね、息を出さない。ちょっとピンとこないんですよね。息を出さずにどうやって発音するのって思うんですよね。激音と反対だと考えればいいですね、激音。激音は強く吐き出して読むのが
特徴だったんですけれども、ノーンというのは息が出ないんです。実はこの私が説明よくするのが、このティッシュを使うなんかそういうのがあるんですね。ティッシュを使って、ティッシュ、あ、ごめんなさい、これちょっと鼻を噛んだティッシュ、ごめんなさいね、ちゃんと捨ててません。さあ、このトイレットペッパー、韓国人はトイレットペッパーを日常で使います。トイレだけではないんです、トイレットペッパーは。これをこのように当てて練習するっていう、練習方法もあります。ガタパッサ、これが全く動かないという、ガタパッサような、これが動かない、まあそれが一つの動音の特徴なんですね。というのは、息が出ないで喉から発声をするイメージです。喉から音が出ます。なので、抑える、極力息を抑えて絞るようなイメージ、喉を絞る、ちょっとイメージがつきますか、絞る。まあ、あとは練習ですね。最後に、これが結構ポイントになるんですけれども、弓腰の復習ですから、ね、ご存知のはず。じゃあ、3つ目のポイントは、パック先生が教えた3つ目のポイントは、3つ目のポイント。なんか誰か他の人が首絞めてよるって言いませんでしたっけ、首を絞める、あ、それを押さえて、そうその一つのコツです ね, ね, ね、まあ、それも後でちょっと練習一緒にしますけれども、その3つ目のポイントがあったじゃないですか。あ、モルゲッソよ、モルゲッソよモルゲッソよ、あのでそのハムネタ、いや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 、そんな謝ることではないんですけど、コーンを上げるって言いませんでしたっけ、コーンを上げる、コーンを上げる、コーンをだいぶ上げるだけでもだいぶノンっぽくなるんですね。要は中国語っぽいですね。ガタパサ、中国語っぽいんですね、このような発音がノン、この3つのポイント、これをまず皆さん覚えてほしいと思います。よろしいでしょうか、大丈夫ですね。とりあえず、この程度理解をしていただければと思います。次のページ。さあ、ですから、まず、まあ、練習ですね、発音練習。K が2つダブってるやつ。ここからですね。じゃあまず私がゆっくり読みますので、感覚をちょっと、何でしょう、感じてみる、聞いてみてくださいね。ガタ、あ、ごめんなさい、ガキャコキョコキョクキュクキ、いかがでしょうか。これがノンですね。まあ、ローマ字だと K を2つ書く感じですね。KKA でかというふうに読みます。よろしいですか？じゃあ、後について読んでみましょう。か、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 きゃ、きゃ、きゃ、こ、こ、こ、きょ、きょ、きょ、こ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 、やっぱりこう、弓腰のこうに聞こえますね。く、息が漏れてる、漏れるとくになってしまうんですね。で、我々が、注意しなきゃいけないのは、くにならないように、かにならないように、激音にならないようにするのがポイントですね。課題ですね、課題。次は、きょ。きょ。きょ。く。く。く。きゅ。きゅ。きゅ。くくくききき、動画読むときに疲れます。だいぶ韓国人も疲れるんです。ここがやっぱりここに力が入ります。この喉、ここから音が出ます。ガタバタ、やっぱトンも上がるじゃないですか。トンも上がるし、さあ
ちょっと同音はしっかりしたいので、個別でチェックをしたいところですね。うん、じゃあ、高越。ね。まずか、その辺から読んでみましょうか。か。うん。きゃ。うん。こう。うん。きょう。うん。こう。うん。こう。こうの次は今日ですね。今日。うん。こう。こう、もっと、もっとしようって、こう。こう。うん。く。うん。く、うん、き、あ、いいと思います。85点差し上げます。基本的に他の音はしっかり発音が出てます。かーとかきゃーとかいいと思いますね。感謝本人だ。ね、ね、さやこし。ね。か。うん。きゃ。うん。こ。うん。きょ。うん。こ。うん。きょ。うん。く。うん、くに聞こえますね。く、うん、く、もっともっともっとここ入れ力入れ。く、く、うん、きゅう、うん、く、うん、き、あ、ね、まあ、理解はされてると思いますね、うん。いいと思いますけれども、やっぱり息がやっぱり漏れてるので、もっともっと抑える、もっと出さないように絞る、喉を絞る形で。ね、じゃあリエシ。うん。か。うん。か。うん。きゃ。うん。こ。うん。きょ。うん。こ。うん。きょ。うん。く。うん。きゅ。うん。く。うん。き。おー、95点差し上げます。今までで、あ、一番いいと思いますね。動画音は。皆さんも聞いて、どうなのかちょっと自分で判断をするのもいいかもしれないですね。じゃあ、ゆみこし。ね。うん。とか。か。うん。か。きゃ。うん。こう。うん。きょう。うん。こう。うん。きょう。うん。く。うん。きゅう。うん。く。うん。き。そうです。いいと思います。はっと締め付けつつ、力を入れて、パッと締め付ける。トーンを上げる。ね、ドーンっぽくなるんですね。いいと思いますよ。まあ、全体的にとてもいいと思います。最初でここまでドーンが話せる方は、なかなかいないんですね。うん、単語読んでみましょうか。高越。ね。うん。うん。うん。こうで。うん。これもやっぱりこうに、アクセントがやっぱり入るんですね。氷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 。ええ。これがネイティブな発音ですね。氷。氷。氷。うん、じゃあ、あやこし。ねえ。うん。あっか。うん。うん。あっか。ええ。あっか。あっか。うん。あっか。さっき言った意味ですね。あっか。じゃあ、リエシー。くだ。もう一回。くだ。うん。く、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 くだ。くだ。く、くだ。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 くだすると、大きい。くだになります。くだ。ああ。激音のくだは大きいって意味です。大きい。くだ。く、く、く。くだ。くだ。じゃあ。ね、みこし、トッキ、あ、トッキ、トッキ、やっぱり脳音が二つ目だから後ろにあるとちょっと割と読みやすいんですね。文頭に出るとちょっと読みづらかったりするんですけれども、トッキですね、トッキ、トッキ、脳音が皆さんなかなかできない場合に最近ちょっと私が見つかったコツがですね、さっきゆみこさんが言ったんですけれども。ここを手で軽く押さえます。喉を。軽く押さえるというのはどういうことかと言いますと、息を出ないように若干締め付ける効果があるんですね。すると、すごく濃厚く出たんですよ。ね、なので、ここさ軽く当てて読むのもいいかもしれないですね。か、た、あ、か、きゃ、このように。か、きゃ、こ、きょ、このように。ね、ここ当てると、だいぶよく、読めるようになります。高越。
ね。これ当てて、尻尾を読んでください。尻尾、コリ。コリ。うん。うん。そうですよ。あ、早越し。ね。次。あっか。ああ、そんな感じですね。あっか。あっか。あ、いいと思います。りえし。うん。くだ。うん。いいと思います。くだ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 。ゆみこし。とっき。ああ、とてもいいですね。とっき。非常にいいと思います。とっき。はい。次。次のページ。次行きましょう。じゃあ次は、T が2つついてるやつですね。T が2つついてるやつ。じゃあ、あとについて読んでみましょうか。た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 。ティア。ティア。ティア。と。と。と。ティオ。ティオ。ティオ。と。と。と。ティオ。トゥ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 との次はティオですね。さっきもちょっと間違ったような気がするんですけど、ティオ。ティオ。うん、ティオ。トゥ。トゥ。ティ。トゥ、ティオ、トゥ、ティですね。トゥ、ティオ、トゥ、ティ。最後の3つ、最後の4つは、トゥ、ティオ、トゥ、ティになります。じゃあ、あやこし、読んでみましょう。た、ぴゃ、と、ちょ、と、ぎょ、と、ちゅ、て、て。とてもいいですね。よく読めたと思います。やっぱり、どうですか？感覚的にこう当てると、もうちょっと読める感じがするかなと思いますね。じゃあ、りえし。た。うん。や。うん。と。うん。よ。うん。と。うん。よ。うん。ふ。うん。ぎゅ。うん。す。うん。ひ。ああ。りえさんは、ノーンが得意ですね。ノーンが非常によく。すごい、すごい。以前何かノーン練習したことありますか？いや、もう自己流でしとるだけで。自己流でしとるだけで、CD 聴いて、言うだけで全然。くれよ、パク先生。自分がそんなできとるっていう感覚は全くないです。あ、くれよ。もしかして、パク先生の動画とか、敵感アプリを参考にされたんですか？効果は抜群ですね。ね、あ、くれよ。ありがとうございます。さあ、ゆみこし。ねえ。た。うん。じゃ。うん。と、きょ、と、きょ、と、きゅ、つ、て。ああ、とてもいいと思います。最初、ここまでできるのもなかなかなことなんですね。難しいことですね。さあ、単語。じゃあ、高越。と。うん。とですね。と。と。うん、じゃあ、あやこし。ね。ソッティ。うん、ソッティ、ソッティ。リエシ。タルタ。うん、もうちょっとはっきり言う。タルタ。もう一回。タルタ。いいですね。タルタ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 。うん。じゃあ、単語読んでみましょう。さあ、と。と。とソッティ、ソッティ、タルダ、タルダ、ルダ、うん、タタタタタタルダ、それがタタにならないようにするのが大事ね。タタ
今はそういう感覚を感じ取ることで十分だと思いますね。最初から全部完璧に読めるにはいかない。読めるのは難しいので。さあ、次進めてもよろしいですか？あと2つ、あ、3つですね、3つ。のは5つありますので。じゃあ次は B または P というやつが2つついてるやつですね。じゃあ、あとについて。パ。パ。パ。ピア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 。ポ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 。ピオ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 。ポ。ポ。ピオ。ピオ。ピオ。ポ。ポ。ポ。ピュ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 。プ。プ。プ。イ。ピーピーうん、いいですね。じゃあ、今回はユミコシブと読んでみましょう。ね、パ、うん、ピャ、うん、ホ、うん、ピョ、うん、プ、ピュ。ピャの次はあ、ホ、うん、ピョ、うん、プ、うん、ピュ、うん、プ、うん、ピ、うん。いいと思います。じゃあ、タカコシ。ぴょ、ぱ、ぴゃ、ぽ、ぴょ、ぽ、ぴょ、ぷ、ぴゅ、す、ぴ。うん、いいと思います。あやこし。ね。ぱ、ぴゃ、ぽ、ぴょ、ぴょ、ぷ、ぴゅ、つ、ぴ。うん。いいと思います。大丈夫です。ね、じゃあ、リエッシー。ね。は、うん。や、うん。ぽ、うん。ぴょ、うん。ぽ、うん。ぴょ、ぷ。うん。ゆ。うん。ふ。うん。い。うん。そうですね。うん。このパー、ここでちょっと一つ説明したいのがあります。何かと言いますと、まあ、書き方について一度ちょっと説明したいんですけれども、あんまり書くことは、まあ、今はまあないかもしれませんが、これが2つついてるじゃないですか。これが2つついてこれになるんですけれども、これ実際本当の話、私の小学生時代に、小学校1年生の時に結構こう書き取りとかたくさんするんですね、看護人は学校で。でこれを私がですね、適当に書いたんです。このようにこのようにめんどくさいからめんどくさいから1234で全部書かずに12345で書いたんです。これを提出したら先生に怒られたんです。しっかり書きなさいって。なのでこのように書くのはまあ良くないんですね。もし書くことがありましたらしっかり一個ずつ書くようにしてください。はい、さあ、高越、単語を読みましょうか。ぴょ。うん、ぴょです、ぴょ。骨はぴょって言います、ぴょ、うん。じゃあ、次、あやこし、なじみの単語ですね。おっぱ。おっぱ、おっぱ。次、よし。パッパよ。パッパよ。はよ。パパよ。忙しいですか？って言うんですね。パパよ。まあ、オッパは皆さんご存知のオッパですけれども、アイドルも、まあ、芸能人とかオッパって呼ぶじゃないですか。なので、お兄さんとはまた違うんですね。日本語の兄ではなくて、実は、オッパというのは、
兄弟じゃなくてもオッパって呼ぶ文化があるのは皆さんご存知ですよね。なので、まあ、仲良くなったら、オッパって呼んで甘える文化がある。あと、聞いた話、結構皆さん、オッパという言葉に憧れがあるという話も聞いたんですけれども、ありますか？あいこし。ですか？オッパという言葉に憧れがあるという話は確か聞いたんですでよ。も可愛いですよね、女性が呼んでる、言ってると。そうですよね。これそう、年上の男性、仲良くなったらオッパーって呼んで仲良くなる。なので、以前、年上の生徒さんが私に、オッパーって呼んでもいいですかって聞かれたんですけれども、絶対ダメです、それは。なので、年上の男性に呼ぶ単語として。はい。さあ、続きまして、S。S が2つついてるやつ。じゃあ、後について読んでみましょう。さ、さ、しゃ、しゃ、しゃ、そ、そ、そ、しょ、しょ、しょ、そ、そ、そ、しょ、しょ、しょ、す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 、し、し、し、大丈夫ですかね。じゃあ、読んでみましょうか。ゆみこし。ね、さ、しゃ、そ、しょ、そ、そ、そうのす、次は？そ、しょ、しょうですね、しょしょ、す、う。しゅ、す、し、動画の中でもこれは比較的にちょっと読みやすいと思いますね。S が2つついてるやつは。さ、しゃ、そ、この辺は。じゃあ、いいかな？じゃあ単語いきましょうか。たかこし。ね、す、だ、じゃあ次、あやこし。ピッサよ、実際は、いいですね。いいし。そうよ、もっと強く。そうよ、さーよ、そさーよ。う、そうよ、そうさーよ、よだと立ちます。立ちますって意味になります。さよは。さそうよよ。は。なので、強めに読んでみましょう。さーよ、さーよ。そうよ。そうよ。じゃあ、あとについて。すだ。すすだ。だ。すだ。すだもですね、すだはものすごく意味が多い単語なんです。同音異義語なんですね。同音異義語。何かご存知ですか？あやこし、何かすだの意味、他の意味ご存知ですか？何でしたっけ？使う？素晴使らうってありしい。ましたっけ？素晴らしい、素晴らしい。使う。あと、書く。あとは、苦い。苦いって意味もありますよ、すだは。使う。ここまで意味がたくさんある単語も、なんかなかなかないと思いますけれども。苦い。あと、かぶる。帽子をかぶるって言います。帽子をかぶる。ござるすだって言います。ござるすだ。그리고、우산을쓰다。傘を差す。差すって意味もあります。傘を差す。いろんな意味があるんですね。傘を差す。差すは漢字がこれかな？まあいいや。まあ、5つの意味があるんですね。じゃあ、次は、ピッサヨ。ないで、次は、ソヨ。そうよ、ソヨがここにありますね。そうね。実はですね、これ僕ら、古規則の文法説明、勉強するんですけれども、このソヨも原型はスダです、スダ。スダがソヨになるんですね。これが S、2つついてるやつですね。はい。じゃあ最後。J でしたよね。J。ローマ字だと J が2つついてるんですね。じゃあ、これが脳の中では若干読みづらい
文字だと思います。じゃあ、まず聞いてくださいね、これ。じゃあ、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 じゅう、じゅう、つ、ち。どうですか？やっぱり日本ではなかなかあまり聞かない音かもしれないんですね。かなりトンも高いし、強い発音だと思いますね。じゃあ、後について。じゃあ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 。つつじじじええどうですか、読めそうな自信がつきました、最後のの音。じゃあこれは全員チェックをしてみましょう。じゃあ高越ねね、じゃあうんじゃあうんちょ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 う、うん、ちゅう、うん、ちゅう、うん、つ、うん、じ、うん、まあ大丈夫だと思います。そもそもこの J というのが、つ、ほや、じゃあじゃあじょうじょう、この辺がちょっと区別がしづらくなるんですね、音が。そうですよね、その二重母音の違い。じゃあじゃあじょうじょうが、実は韓国人でも、じゃって言ってるのか、じゃって言ってるのかわからないですね。これと同じく、じゃもそうです。じゃあ、じゃあ、ちょ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 、ちゅ、ちゅ、つ、ちって感じなんですね。まあ、要は、二重母音ですから、もっとやを伸ばす形で読めばいいと思います。じゃあ、やこし。ねえ。ね。じゃあ。うん。じゃあ、うん、じょう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 、うん、じゅう、うん、じゅう、うん、じ、うん、じ、ああ、いいと思います。とても読み、え、よく読めたと思います。じゃあ、リエシ、うん、うん、じゃあ、うん、じゃあ、うん、じょう、うん、じょう、うん。じょう、うん、じょう、うん、じゅう、うん、じゅう、うん、ず、うん、じ、うん、うん、うん、もっと力があってもいいんですね。ずに聞こえました。ず、ず、じゅ、じゅですね。じゅ、じゅ、そこ力がちょっと足りないとず、ずになるので、もっとまあちょっと強く締め付けることを意識すればいいと思います。じゃあ最後に、ゆみこし。ね。うん。じゃあ。うん。じゃあ。うん。じょう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 。うん。ず。うん。じゅう。うん。ず。うん。じ。うん。まあいいですけれども、例えば、さっきの。じゃあ、これもう一度だけ口語で読んでみましょうか。これはじゃあ。これはじゃあ。うん。まあ、そんな感じですね。じゃあ、じゃあ。じゃあ、じゃあ。になります。じゃあ、じゃあ。これは、ちプラス、あになります。分解すると。ちや、ちや、ちや、じゃあ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 。はい。大丈夫ですかね？あとは、まあ、これ、この一環で完全にできるわけでは当然ないので、まあ、音声だとかたくさん聞いてですね、この、できる間この CD でもいいですし、適格アプリで私の音声とか、女性先生の音声全部入ってますので、それを参考にしてもいいと思います。じゃあ、単語を聞きましょう。高越。ね。ね。じゃあだ。うん。じゃあだですね。じゃあだ。チャーだ、うん、やっぱりチャーがトンが高いんですね。チャーだ。
チャーダ。チャーダ。うん、チャーダ。それでだいぶ濃厚くなる特徴があります。あやこしい。チーダ。もう一回。チーダ。ちょっとさっきチーダに聞こえたんですけれども、もっと、ここちょっと当ててみます。当ててトーンを上げて。チーダ。素晴らしい。そうか。素晴らしい。それです。いや、これ本当の話、さっきより全然韓国人っぽい音にが出ました。なので、やっぱりここ締め付けることが効果があるかなと思いますね。チーダ。チーダ。じゃあ、リエシー。ね。チュグリダ。うん、チュグリダ。いいですね、チュグリダ。さあ、ハトリジェってみましょう。チャーダ。チャーダ。チャーチーダ。チーダ。チーダ。チュグリ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 ダ。うん。はい。これが、ノーンでございます。ノーンはなかなかできないんです。もう、韓国ペラペラの私の知り合い、日本人の知り合いも、なかなかきれいに読めないものですので、皆さん全然焦ることではなく、でも本当に話、今まで私8年間レッスンしてるんですけれども、初回でここまでできる方なかなかいないので、とてもいい感じだと思いますね。皆さん結構練習されたかなと思いますね。じゃあ、多少時間何をするかと言いますと、ノーンをしっかり発音ができるための単語がございます。じゃあ、チャーダがあります。じゃあ、これもですね、それぞれ全然違う単語なんです。なので、しっかりしないと変な意味になってしまうんですね。チャーダ、チャーダ、チャーダは、チャーダしてます？ユミコシ？チャーダ。チャーダ何でしたっけ？あー、もるげっそよ。残念。チャダは冷たいって意味で、冷たい。あ、冷たい。冷たい。チャダ、チャダ、あ、チャダさっき出ましたよね。しょっぱいで、しょっぱい。しょっぱい。日本料理って結構しょっぱいですよね。韓国料理が辛くてしょっぱいってイメージが強いじゃないですか。うん、ですよね。で、제가일본에와서日本に来て일본ラーメン、うん、ラーメンしょっぱくないですか、うん、ラーメン、え、言いますよね、すごいしょっぱいんですよ、うん、韓国人が食べても、うん、ラーメン結構しょっぱくて、以前うちの母が日本に来た時に私が一押しの池袋のラーメン屋さんに連れて行ったら、うん、全部残してしまったんです。しょっぱいと言って。結構しょっぱいと思う、ね。あと、つけ麺とか、うん。まあ、そうなんですけれども。じゃあ、これがちゃんと読めるかが今日の最後の課題なんです。ですよね。平音。これ平音ですよね。これが平音、激音、動音。この3つがちゃんと読めたら大丈夫ですね。いいと思います。じゃあチェックしましょう。テストを私が厳しく判定をしまして点数をチェックさせていただきます。皆さんなんか緊張してる様子なんですけれども、高越、ね、じゃあ一番打者、ね、一番先、じゃあ読んでみましょうか。左から、チャダ、う、残念、ちょっとチャダに聞こえました、これ。もうちょっと濁って読みましょう。チャダ、うん、思ったより結構に濁るんです。平音というのは実はこのできる観光の後ろにもですね、発音の変化のところに一番優勢音化というのがあるんですけれども、まあ後ろにあるの時のみ平音になるんだよ、濁るんだよという説明なんです。実は文取り出る時も皆さんは
茶、カタカナの茶、ローマ字の CH だと考えると、変に力を、息が漏れてしまって、チャダに聞こえるんです、韓国人の。なので、基本的には濁るのが大事だ、重要だと思います。じゃあ、チャダ。チャダ。どうですか？チャダ。チャダ。チャダ。これは？チャダ。うん、思いっきり締め、思いっきり吐き出すと。チャダ。うん、チャダですね、チャダ。じゃあ最後は？チャダ。うん、チャダ。チャダ。うん、うん。そんな感じで、濁る、吐き出す、締め付ける。どうでしょう？ 3 つの全然違う発声のポイントがあります。じゃあ次は、あやこさんです。行きましょう。チャダ。うん。チャダ。チャダ。チャダ。うん。二つ目。うん。チャダ。うん。チャダ。これがダメですね。最後はダメ。残念。最後はダメでしたね。確かに。自分がちょっといけないんだっていうのも感じたんですけど。それが大事なんです。自分が今ちょっと変だなっていうのを感じ取ってるわけじゃないですか。ね、いいと思いますけれども。じゃあもう一回さっきのこのポイント、これを意識してどうでしょう？を当てて息を出さない。絞る。あ、登るって書いて、ごめんなさい。これ絞るです。絞る。絞るですね。うん、こう喉を絞るようなイメージで、こう手を押さえたりとか、トーンを上げる。すると、もう一回。チャダ。うん。もっとトーンを上げると。上がらない。え？トーンをもう少し上げると。チャダ。うん。チャーチャダ。チャダ。いや、まあ逆にこの上を向く形でもいいんですよ。なんか結構白目になるんです。チャーだとか。チャーだ。そのようになる傾向もあるんですね。チャーだ。そうですね。やっぱりノーンがもうちょっと練習する必要はあるかなと思います。まあでも、いいと思います。じゃあ、リエシー。ね。チャーだ。うん。チャーだ。うん。チャーだ。リクエストが意外とやっぱりこれ全部読もうとするとなかなか難しいかもしれないですね。今は課題はこれがちょっともっと呼吸をパッと吐き出した方がいいと思いますね。チャ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 、これはどうしても日本語の特徴は穏やかですね。穏やかです。で韓国結構この辺は強いので、チャーだチャーだチャーチャーだ、うん、チャーだ、だこれはチャーだチャーだチャーだ。チャーだ。うん。チャー。うん。うん。じゃあ最後、ゆみこし。チャー。ねえ。うん。チャーだ。チャーだ。チャーだ。ああ、これもう一回。チャーだ。今なんか変にチャーだよりになってしまっている。チャーだの発音に近い。チャーだ。チャーだ。もっと濁って力を普通に読むとどうなります？チャダ。そう。これは平音なんです、平音。チャダ。じゃあ、今まで説明したのを、今日のこと、今日の説明とか、平音、結音、全部これをよく思い出しながら聞いてみてくださいね。一度言いますね。チャダ。チャダ。チャダ。違いが分かりますか？チャダ、チャダ、チャダって感じです。違いが分かれば十分なんです。チャダ、チャダ、チャダ。チャダ。うん。このような、まあ微妙だと思うかもしれませんが、結構違う読み方とか、息の吐き方とかが違う。うん、違うんですね、3つの。はい、
次回ですね、このチャダチャダチャダをもう一度ちょっと皆さんチェックした上で、チームに進めたいと思います。パッチームもかなり、これもなかなか皆さんが苦戦する発音ですね。はい、ではここまでにしたいと思います。よろしいですか、何か質問ございますか。けんしゃないよ。じゃないよ。ファッション練習とか結構、まあ、時間あるときにコツコツやってください。はい。では、また来週、この時間に会いましょう。じゃあ、最後、挨拶しましょう。せーの。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。止まんなよ。止まんなよ。さよなら。